衝撃有明 d a y ーでインアイが見せた即興ラップパフォーマンスに会場が熱狂有明 Day2 で衝撃的な出来事が起きた数々の驚きと感動が詰まったこの日の公演はファンたちにとって忘れられない一日となったまず何と言っても驚かされたのはナンンバーーアダラインアイが見せたアドリブのラップパフォーマンスだ通常 コンサートのセットリストや演出は事前に緻密に計画されているが、この日のナンバーアンダーラインアイはその枠を超えて自由奔放にアドリブを織り交ぜた。ナンバーアンダーラインアイのメンバー、特にジンくんは、舞台上で即興のラップを披露し、その独創的なスタイルと卓越した技術で観客を魅了した。彼のアドリブは、まるで生きた芸術作品のようで、瞬時にして会場の雰囲気を一変させた。 その場に居合わせたファンたちは、驚きと歓声に包まれ、まさにその瞬間に立ち会ったことを誇りに感じたことだろう。この日の公演では、衣装も一つの見どころだった。ホワイトのコーディネートに身を包んだナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、バックル付きのベルトやハイウエストのパンツを取り入れたスタイリングで登場した。その洗練されたファッションセンスは、メンバー全員のスタイルの良さを一層引き立て、 ファンからも高い評価を受けた。特に、腰の位置が高く、足が長いメンバーたちは、その美脚が一層際立っていた。ステージ上でのパフォーマンスも圧巻だった。ジン君、諸君、そしてキシくんの3人は、それぞれの個性を最大限に発揮し、観客を魅了した。特にキシくんは、高速ラップを披露し、そのスキルの高さに観客は息を呑んだ。彼のラップは、 リズム感とスピードが絶妙で、一瞬たりとも目を離せないパフォーマンスだった。また、諸君はその場で即興の振り付けを加えるなど、観客を飽きさせることなく楽しませていた。さらに、この日の公演では、UFO のようなリングに乗って地上に降り立つという演出が取り入れられた。サングラスをかけた3人のメンバーがリングに乗って登場するシーンは、まるで SF 映画の一場面のようで、 観客を驚かせたその演出は、ナンバーアンダーライン愛の革新的なステージングを象徴するものであり、ファンの期待を裏切らないものであった。公演終了後、メンバーたちは SNS を通じてファンとコミュニケーションを図り、その日の感想や裏話を共有した。岸君は、疲れたと投稿しつつも、満面の笑みでダブルピースをする姿が可愛らしかった。ファンにとって、 こうした舞台裏の姿を垣間見ることができるのは非常に貴重であり彼らの人間味あふれる一面を知ることができる機会でもあった公演中にはファンからの声援や反応も大きな力となった特に最前列のアリーナ席に座っていたファンたちの反応はメンバーたちにも伝わりそのパフォーマンスに一層のエネルギーを与えたファンネームがアイリスと決定されたこともこの日のハイライトの一つであり 男女問わず呼びやすい名前が選ばれたことに対して多くのファンが喜びの声を上げたステージ上では照明や炎の演出が一層の迫力を加え観客の興奮を最高潮に引き上げた特にライティングの効果と音響が絶妙に融合し視覚と聴覚の両方で観客を魅了する演出が施されたメンバーたちの動きに合わせて変化する照明や曲のクライマックスで噴き上がる炎は まるで魔法のようであり、観客を幻想的な世界へと誘った。また、この日の公演では、新しいツアーの発表があるのではないかという期待も高まっていた。インスタグラムに投稿されたホワイトの衣装に身を包んだメンバーの写真は、その予感を一層強めるものであり、ファンたちは次のツアーに向けて期待を膨らませた。実際に、ツアーの発表が行われると、会場は歓声に包まれ、 その瞬間を待ち望んでいたファンたちの喜びが爆発した。二日目の公演では、メンバーたちのパフォーマンスだけでなく、ファンとの一体感も非常に強く感じられた。ジンくんのアドリブラップや諸くんの即興ダンス、岸くんの高速ラップなど、それぞれの個性が光るパフォーマンスに、ファンたちは大いに盛り上がり、一体となって楽しむことができた。その一体感は、 まるで家族のような温かさを感じさせるものであり、ナンバーアンダーライン愛の魅力を一層引き立てるものだった。こうした一体感は、ファンとの絆を深めるための大切な要素であり、ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちはその重要性をよく理解している。公演終了後には、ファンとの交流を大切にし、SNS を通じて感謝の気持ちを伝えることも忘れなかった。その姿勢は、 ファンからの信頼と愛情を一層深めるものであり、今後の活動にも大きな期待を寄せる要因となった。このように、有明デー2の公演は、数々の驚きと感動が詰まった一日であり、ファンにとって忘れられない思い出となった。n ンバーアン Underline Eye のメンバーたちは、その卓越したパフォーマンスとファンへの感謝の気持ちを示す姿勢で、多くの人々を魅了し続けている。今後のツアーや新たな活動にも、 大いに期待が寄せられており、ファンたちは彼らのさらなる飛躍を楽しみにしているこうして振り返ると有明デーの公演は単なる音楽イベントにとどまらずファンとアーティストが一体となって作り上げる特別な瞬間の連続であったことがわかるナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーたちはその日その瞬間にしか生まれないライブの醍醐味を最大限に引き出し観客を魅了し続けた 彼らのクリエイティブな表現と、ファンとの絆が織りなす感動の瞬間は、今後も語り継がれていくだろう。この日の公演を通じて感じたことは、音楽やパフォーマンスの力だけでなく、人と人とのつながりが生み出すエネルギーの大きさである。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、そのエネルギーを存分に活かし、観客との一体感を大切にしながら、これからも進化し続けていくだろう。その姿勢は、 ファンにとっても大きな励みとなり、彼らの活動を応援し続ける理由となる。最後に、この日の公演が持つ特別な意味を改めて考えると、一つの疑問が浮かぶ。果たして、これからのナンバーアンダーラインアイはどのような進化を遂げ、どのような新しい挑戦を見せてくれるのだろうか。その答えは、彼ら自身が描く未来の中にある。ファンたちは、その未来を共に歩みながら、 新たな驚きと感動を体験することを楽しみにしているナンンバーアンダーアダラインアイのメンバーたちが次に見せてくれる景色はどんなものなのかそれを期待しながら彼らの活動を見守っていきたい有明デ a 2の公演が終わりファンたちはそれぞれの心に残った感動を胸に帰路についたしかしナンンバーアンダーアダラインアイの旅はまだ終わらない彼らは次のステージに向けて さらなるる進化を続けている翌日の最終日にはさらにサプライズが待っていた期待に胸を膨らませたファンたちは何が起こるのかを予想しながら会場に足を運んだその日もまた忘れられない瞬間が数多く生まれたまず開幕と同時に披露された新曲はファンにとって大きな驚きとなったその曲は これまでのナンバーアンダーラインアイのスタイルを踏襲しつつも新たな要素を取り入れた斬新なサウンドで多くの人々を魅了したメンバーたちの力強いパフォーマンスと相まってその新曲は瞬く間にファンの心をつかんだまた MC の時間にはメンバーたちがファンに向けて感謝の気持ちを述べた彼らは今回のツアーがいかに特別であったかを語り 一緒に過ごした時間がどれほど貴重であったかを強調したその言葉にファンたちは深く感動し会場全体が温かい雰囲気に包まれたこの日のハイライトの一つはサプライズゲストの登場だったかつてナンバーアンダーラインアイと共に活動していた9メンバーがステージに現れ久しぶりの再会を果たしたその瞬間会場は大歓声に包まれ ファンたちは涙を流しながらその光景を見守った。旧メンバーとの共演は、まるで時が巻き戻ったかのような感覚をファンに与え、かつての思い出が蘇る特別な時間となった。